ロゴカハネハイ、ヘブライ語、カハネは生きているという意味は、かつて、イスラエルに存在した、極右政治組織ないしテロ組織。指導者は、ビニャミン・ゼーブ・カハネ。ビニャミン・ゼーブ・カハネ・カハネハイの前身組織、政党、カハの指導者であったビニャミンの父であるラビメール・カハネが1990年に、エジプト人の青年に暗殺されると、ビニャミンは、父の意志を受け継ぐため、 この組織を立ち上げた。1994年2月25日早朝、カハネハイの構成員であるバールーフ・ゴールドシテ定ンがイスラエル国防軍の制服を着用、ヘブロンのモスクで礼拝中のパレスチナ人たちに向かって IMI リル自動小銃を乱射、29人を殺害、125人を負傷させた。ゴールドシテ定ンはその場で生き残りのパレスチナ人に臨時され、 殺された。イスラエル国内のみならず、全世界がこの事件に侵犯し、イスラエル政府は直ちにカハネハイをテロ組織と認定、非合法化した。アメリカ合衆国、カナダ、EU もカハネハイをテロ組織と認定した。ビニャミンは2000年にパレスチナ人に暗殺され、カハネハイは消滅した。しかしながら、メールカハネが提唱した。 カハネ主義の信奉者たちは2011年現在も政治活動を続け、イスラエル国内で根強い支持を受けている。彼らの掲げるスローガンは、カハネツアダク、アムイスラエルハイ、モウトレアラビーム、などである。ありがとうございます。